はい、どうもどうもどうもね、私ね、どうも、ワン&オンリーです。第81代のダービー馬、ワン&オンリーは私です。よろしくお願いしますね。いやーね、現役生活も終わりね、落ち着いたということで、この場でね、漫談をさせていただくわけなんですけども、今日もね、いろんな人が見に来てくれました。こちらからね、キズナ・ドゥラメンテ、マカヒキ・レイデオロ、一つ飛ばしてワグネリアンとね。いや、飛ばしたお前はイスラボニーだ、お前はダービー馬じゃない、ドンマイドンマイフーね、言ってるんですけどもね。いやね、私ね、いやダービー馬なんですよね。私ダービー馬としてね、 やらさせていただいているわけなんですけどもね、ダービーをね、勝ったからね、もういいかと思いましてね。だってあれでしょ、あの、全てのホースマンにとってダービーを勝つのが目標なんですよね。ダービー以上のレースはないんですよね。だから、あの、ダービーを勝った私はもう全てを極めたということで、もういいかと思っていたら、なんかね、なんかそれよりもしょぼいレースをね、何回も走らされて走らされてね。何なんですかあれ。だってダービーが一番なんでしょ。もういいじゃないですか。何がモチベーションに頑張れって言うんですかね。その後もなんかずっと走らされて走らされて、でなんかね、まあでも途中ドバイ旅行とかにも連れてってもらったんでいいんですけどもね。いや、だから何をモチベーションにやればいいんですか。何を期待してたんですか、あなた方は。ダービーより上はないんでしょ。だからもう勝ったんだからいいじゃないですかね。逆にあのダービーを勝ったのに頑張ってるマカヒキとか、あいつらなんなん、あの意識高い系、あいつら意識高すぎない、あいつら、マカヒキとかレイデウルとか。もう勝ったんだからさ、いいじゃんね。それでね、ドゥラメンテとかね、頭いいよね。もう絆とかさっさとやめたし、だからさ、さっさとさ、もういいじゃん、本当に。もういいじゃんしか言ってないよ今日、本当にね。いやもうさ、もうこの漫談もこのまま終わりでもういいじゃん。